ハロー YouTube ガレージアルピューの趣味の部屋です。BMW 3シリーズ E46 の 318i なんですけど、まあ、毎回毎回あの、つまんない動画をちょこまかちょこまか上げて、大変申し訳ない、恐縮しておりますけども、あの、まあいろんな、ちょっと現代的な装備というかあの、LED を 入れたりだとか、えー、それから、まあ、この車、ちょっと夏場やっぱり、あのー、今時の車と違って車内が結構暑くなりやすいということで、あの、フィルム貼ったりしてですね、あの、そういう対策を、ま、したりだとか、まあ、エアコンはちゃんと効いてるんですけどね、えー、ま、そういうのを、こう、この、この、え、車検を通してから一気に、え、やってきましてね、えー、それからオイルも変えましたし、 あの、トヨタの純正オイルですね。5W30 の。まあ今まであのね、オイルといえば、あの、本当に適当でもう恐縮なんですけども、今まで 5W30 ということをちゃんと把握してなくて、5W40 とか 10W40 とかをずっと入れてきたというね、あの、本当に我ながらバカだなと思うんだけど、やっぱりあの 5W30 にしたら、 まあほんのちょっとの差なんですけど、やっぱりちょっとエンジンがね、少し、あの、フリクションが軽くなったようなね、えー、吹き上がりがちょっと軽くなったような感じもあるんですよね。だから、それは非常に良かったのと、それから LED、えー、ほぼ、あの、すべての電球をですね、まあ、LED に変える予定なんですけども、夜走ってて、まあエアコンも入れてという状況で、 照明までつけますと結構あの、バッテリーに対する負荷が結構強くなるのかなということで、ちょっと心配になりますよね。でもまあ LED に変えましたので、あの、夜間のね、走行が結構抵抗がなんとなくないようなね、あの、バッテリーに負担かけてないぞみたいなね、そんな気分でまあ走れるのと、 どうでしょう本当にもう気のせいのレベルなんですけど、もしかしたらその電力の供給が、まあ、照明の負担が減った分ですね、エンジンスパークの方にね、電力がこう、集中して、まあ出力的にもね、走行性能上もやっぱちょっとだけいいんじゃないかな、みたいなね。あと燃費とかですね。まあそんな風に思ったりしています。で、あの、まあロードスターの方なんですけど、なんか FR コンビであの、嬉しいなとか言いながら、 今日ちょっとあの、まあ、ロードスターまあ、あ実はま、やっぱりっ、あの、売る予定になってるんですけど、今日ちょっとだけ、ま、調子維持のためにね、あの、久しぶりに乗ったんですけど、えー、3週間ぶりぐらいですかね、一度もエンジンかけてなくて、あの、走らせてもいなくて、まあ、カバーをかけた状態で置いてるんですけど、あの、やっぱ久しぶりに走、普段動かしてないとね、やっぱりなんか、荒が気になるというか、まあ、あるいはこの BMW の、 快適性に比べたらね、やっぱりロードスターの快適性というのはどうしても落ちますので、まあガタピシュいう部分も BMW に比べたら多いですし、あの、乗り心地とか、まあ、ハンドリングはね、すごくこう楽しいエンジン出力特性もいいと思うんですけど、まあやっぱり結構あのストイックな感じの乗り物になるので、まあ、BMW はもうほどほどに本当にスポーティーで、あの、安楽なね、車だと思うので、やっぱり、 いいですね。あの、なんかロードスター、また、あの、後悔して手放したくなくなるんじゃないかな、みたいなことをね、まあ思ってたんですけど、今んとこね、もう早く、目の前からちょっと悪いけど、ごめんねって、ちょっともういいわ、みたいな感じの気,も気持ちなんですよ。そうですね。愛着っていうのはやっぱり、毎日毎日使って、それで、 不自由がないというか、えー、まあ快適に使えて、えーえー、使えば使うほどこう体に馴染んでくるというかね、あのー、そういう部分がどうしてもあの乗り物の、乗り物への愛着っていうのはね、あのー、あると思うんですよ。まあそんなこんなでね、えー、もう BMW、とりあえずね、当面はこの BMW だけで全然満足。もう本当に1台、<laughs> だけでで私の相方はですね奥さんは「どうせまた欲しくなるから」とかね、えー「売ってもどうせまた欲しくなるんでしょう」とかね、えー、言われて責められたりしてるんですけど今んとこね意外に大丈夫なな感じなんですよ、ね、うんまあ BMW それぐらいやっぱり、まあ、いい車っていうか、まあ、いい車に自分なりに自分なりに乗りやすいように。 まあ仕上げてきたっていう感じなんですけどね。まあ素の状態の中古車だと多分もうちょっと乗りにくいんじゃないかなっていうふうにね。まあ思うわけなんですけどね。だからまあ、まあちょっと本当にしばらくこの車で行けそうな気持ちになっています。えー、でもね、F30 のディーゼル欲しいなーとかね。 本当、もうすぐそういうことを考えちゃいますけどね。えー、まあでも車検取ったばっかりなんでね、しばらくはこれでいきたいと思いますけどね。まあ本当にでも、不満がない感じで、これ一台でやっていけるなっていう感じです。ああ、よかったよかった。ちょっと、ほっとしています。それではまた今後もですね、BMW の動画を上げていきたいと思いますので、皆さん楽しみにしておいてくださいね。それでは、これで終わります。最後までご視聴ありがとうございました。 ガレージアルビナの趣味の部屋でした。それではまた。